多摩南北道路は東京都において新たに整備された、または整備中、もしくは計画中の多摩地域を縦断する複数の幹線道路の総称である。東京都の西部、多摩地域のうちの環八通りから国道16号の間の約 25km の地域で都心に向かうおむね東西方向の放射状道路に、比べ整備が不十分で慢性的に渋滞を引き起こしていた。 南北方向の道路交通を改善し、円滑化する役割がある。東京都が都市計画道路として整備するものは主に五路線ある。交通容量確保のため計画幅員は15メートル以上であり、鉄道との交差はすべて立体交差にする計画である。片側に車線という交通容量が比較的大きい道路であるため、この道路の全線開通によって並行して走る。 カンパチ通りの渋滞が多少緩和するものと考えられる。今のところ道路がぶつ切り状態であるため、交通量はあまり多くないが、甲州街道から北側500メートル区間は片側1車線なので、南行きがひどく渋滞する。当初は計画付員25メートルであったが、 沿道環境保護の観点から環境施設体が整備されることになり、一部区間の計画福音が36メートルに変更された。なお、一時期は LRT の導入検討構想があった。清水下トンネル政府駅入口交差点、滝久保通りとの交差点より、JR 中央本線オーバーパスを望む、都道17号線北端 T 字路。先に、 西部国分寺線オーバーパス建設の様子が見える。東京都が整備する南北道路は主要5路線の他に外観の2がある。外観の2は関越道大泉インターチェンジ東8道路交点の外観の地上部街路である。東8道路以南は計画されていない。多摩南北道路1号線と関八の中間に位置する。練馬区、杉並区、武蔵野市、三鷹市を通る。 計画幅員は40メートル。都市計画決定しているものの、詳細設計や着工時期は未定。多摩南北道路は、多摩地域に乏しい南北方向の幹線道路の整備を当面の優先事項として計画されたためか、公衆街道や新大梅街道など、放射道路との交差部の立体交差計画は少なく、多くは平面交差となる予定である。多摩東西道路。 国分寺3.28号府中所沢線、滝久保通りから国分寺3.46号線までの約 1.1km が開通。平成29年3月16日14時、交通開放。東京都、2017年2月23日閲覧。東京都小平3.28号府中、所沢線外の事業に着手します。平成25年7月30日。 ありがとうございます。